ごいよね。私が注目されるようになればグループの活動の幅も広がるし、もっとたくさんの人にライブを見てもらえるものね。楽しみにしてくれるファンをがっかりさせるのはすごく申し訳ないけど、アイドルとしてもらった仕事は全力でやらなくっちゃ。仕事が増えるのは嬉しいけど、最近全然ライブできてないな。ファン見も出られないし。あ、マネージャー、次のスケジュール聞かなくっちゃ。え？ちょっと待って、それってどういうことなの？抗議したけどダメだった。事務所は一番人気が出る形でプロデュースした方がいい。業界で生き残るためにはこうした方がいいの一点張りで。納得がいかなくて移籍もしたわ。けど、次の事務所も最初はうまいこと言ってすぐに手のひら返し。結局私は業界にもアイドルだって思われてなかった。それに私を見てくれる人たちも。そんなことないわ。愛理ちゃんは立派なアイドルよ。みんなに希望をくれる誰より素敵な。やめて、しずくん。私だって、本当は分かってるの。私は。でも。やめてよ。しずくに何が分かるのよ。花があって、才能があって。顔も普通で、必死に頑張っても認められない。私の何が分かるっていうのよ。最初から生まれ持ってるものだけで、みんなからアイドルだって認められるくせに。あ、アイリちゃん。ごめん。しずく、待って。見つけたわ。あんたね、今回のオーディションでグランプリ取った日の森しずくってのは、私は桃井愛理、あんたのライバルだから覚えておきなさい。せいぜい寝首かかれないようにって。ちょっとあんた、なんで泣きそうな顔してんのよ。その、とても怖くって、私いつの間にか友達に応募書類を出されてたことがきっかけでオーディションに出ることになったの。そうしたら私グランプリをもらえてしまって、その上期待をかけてもらって、でもダンスも歌も他の子たちみたいに経験がないから、私みんなの足を引っ張ってしまうかもしれない。すごい美人って聞いてたから、どんな高飛車かと思ったら。ちゃんとしなさい。アイドルになった以上弱気になっちゃダメよ。でもいい？アイドルはファンに希望をあげられる存在なの。希望？そう。
私たちが頑張ることでファンのみんなに明日も頑張ろうって思ってもらえるのよ。だからアイドルはハートが大事。見た目とか才能とかじゃなくて、みんなに希望をあげようって前向きなハートがなくちゃダメ。